はい、どうも、皆さん、こんにちは。今回はタウンホール14最強日本クラン決定戦、明朝祭決勝戦、こちらね、お送りしていこうと思います。かかじゃねの、ケツケツキクの、ケースケッテス、ポーということで、クラカラ世界選手権2年連続世界2位の日本クラン、クイーンウォーカーズのメンバーが多く所属する、はぐれメタルの城と、古豪中の古豪、ガイハジボンバー2が、戦いまして、で、まあ、はぐれメタルの城がね、まあ、パフェ同士で引き分けだったんで、パフェまでの、手数勝負になりまして、はぐれメタルの城が少なかったんで、優勝といった感じになりまして、まあね、両者とも昔から知ってるね、メンバーたち。で、もう、クラカラ歴もう10年なんじゃないかなっていうような。人たちのね、対戦となりましたんで、今回はね、まあ、はぐれメタルの城側ね、ユタがね、動画にすると思いますんで、今回はね、ガイハジボンバー2側の、もうほぼヒーローだけで全開撮ってるようなリプレイが、たくさん生まれましたんで、今回はね、そちらの、ガイハジボンバー2側の、全開リプレイ紹介しようと思います。なので、クラカラ動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを借りしての先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、ガイハジボンバー2の凄 すぎるラバル、こちら見ていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあまず1本目のリプレイはね、ちょっと音量大きいわ。はい、じゃあね、まず1本目のリプレイはですね、アルルさんのアタック、見ていきましょう。これマジでね、バグアードすぎた。もう初手の突撃艦スパビズインビジブルのコンボだけで、もうね、バグアードすぎた。なんて言ったらいいんだろう。カードゲームで言ったら、まあ1対1交換がまあ普通だったりするじゃないですか。なんですけど、まあ1対2交換、まあ1枚のカードで2枚さ、処理できれば、アド取れたみたいな感じなんですけど、これに関してはね、もう1対30、1対10ですね。1対10、いや、1対15交換ぐらいな感じで、マジック・ザ・ギャザリングで言うと、ラース・オブ・ゴッド、神の怒り、それらは全て再生できない、全てのクリーチャーを破壊する、それらは全て再生できないぐらいな感じでね、たった1枚のカードで、こうね、全部のユニットをね、除去していくみたいな、そんな感じのアドバンテージで。はい、見えましたかね、今、もうイーグル4とクロス2つ、かつスパウィズで、タウンホールプラスの、はい、ロイヤルチャンピオンも処理してて、ここからクイーンまで処理していきました。さあ、残る怖い施設はもうインフェロタワー2本ぐらいですよ。もうほぼ、タウンホール11以下ぐらいな火力まで落としてるんですよ。これも爆アドすぎますよね。もう、ラバルやる前からもう勝ち確みたいな感じ。怖しすぎですよね。だってタウンホール1、投石2、イーグル4、クロス2つ、追ってロイちゃん、アチャクイも処理して、で、最初の、ドラゴンライダーパートとかでも、なんかインフィオタバーかな、ぶっ壊したりとかして、バカードすぎて、で、さらにここ、なんかもう時間切れ防止のユニット出し始めてますね。すけど、もう、ほぼ、ね、あと、ラバルの仕事量、少なくありませんかみたいな。ラバルの仕事量も少ないですよね、もう。生放送でも言ったんですけど、こうなんだろう、ネット記事とかでさ、新聞部とかでもいいですよ。こう記事書いてさ、で、編集長にさ、添削お願いしますと、いらない文章とかに添削お願いしますみたいな感じでさ、まあ、500行ぐらい書いた記事をさ、こうささっと添削されて、なんか、1行にされたぐらいな、それぐらいの添削ですよ。もう、ほぼ施設、もう怖い施設ないですもん、この段階で。怖い施設がなくて、で、あとは怖いですね。もう対空砲、ラバルとか対空砲1本なんですけど、これだけのバルーンの数まだいるんで、まあ、こんだけいても怖くないし、なんかロイヤルチャンピオンまでいるっていうね。爆アドですね、皆さん。これが爆アドですよ。今まで見た爆アド編成の中で、超本当に爆アドだと思います。爆アドオブ爆アド。爆アド王ですね。もう、ほぼ全部、もう使用せず壊しちゃうんで、はい、あとはゆっくり見てて、全開できるよねっていう感じで、もうね、タウンホール14の今の環境ね、ほんとこういった攻めがね、多いんで、ちょっと他のリプレイ見てみましょう。さあ、お次はピンディーさんのアタックですね。クイヒーラバルなんですけど、ほぼクイヒーで、クイヒーと他のヒーローパートで、全開取っていきます。もう、もうほんとヒーローで、ほぼ全開みたいな。ヒーローパートでほぼ全開みたいな感じで、最近ね、ほんと、なんだ、こういうクイヒーラバルね、もうほんとラバルは、最後の一区画取るぐらいな感じでね、出されること
出される攻めね、めちゃくちゃ多いです、競技シーンとかで。皆さんね、まあ、タウンホール14じゃない方でもね、ぜひね、クラクラの世界選手権予選とかね、世界選手権、ぜひ見てほしいなって思うので。マジで、タウンホール14とかになると、そんな感じになってくるのっていうような、攻めがね、多いんですよ。昔はね、クイヒーパートで、援軍処理して、相手のアーチャークイーンを処理してって、ラバルを回しやすいように、L 字のルートを作っていく、ラバルのルートを作っていく、みたいなのが、基本だったんですけど、今、タウンホール14にやっぱペットが登場したことによって、あと、ま、ヒーローレベルが高いことで、ヒーローがゴリゴリ進むんですよ。ヒーローと、サポートユニットか、で、めちゃくちゃ伸ばすっていう戦術が本当にね、多くて、はい、なんかもうヒーローパートだけで、なんかもう 40% 超えてますね。これ 50% 超えますね、そろそろ。で、おまけによ。まあ、もう十分じゃん。もうラバルのルート作れてんじゃないですか、もう。十分じゃないですか。もうラバルパート始めていいじゃないですか、この段階で。はい、はい、もうロイヤルチャンピオンに呪文使っちゃいます。使っちゃってタンホールを落とすんで。はい、こっからやっとラバルパート始めて。もう、仕事量、ここの区画だけ。ここの区画だけなんですよ、ラバルのルート。まあ、最終的にこっちまで行くんですけど、もうほぼ区画的にはまあクイーンもこっち回ってきてるんで、もう2区画ぐらいなんですよね、バルーンの仕事量とかっていうと。まあ最終的に出してるのか一応出してるんですけど、ダメ押しのフリーズ0時かけるんですけど、ああ、呪文回しちゃって行けばね、こんな感じで、さっきのアルーズさんの攻めといい、ほんと、なんて言ったらいいんだろう。まあ、アルースは、まあ、最初、ドラゴンライダー最初さ、使ってるじゃないですか。その枠を、まあ、ヒーラーに回してクイヒーにしたみたいなパターンな感じ、イメージですよね。言ってしまうと。なので、バルーンも大量に生き残ってって全開取っていくっていう。ほんと今の14でこういう攻め多いんすよ。はい、そうしたらね、ゼツ、リンタロウさんのアタック見ていきましょうか。これはね、ほんと、2区画ぐらいしかラバル仕事量させません。ほんと、ここ、タウンホールと投石の区画だけだったかな。それ以外の、ここの区画とか、ここら辺は、もうクイヒーとか、キングとか、クイーンの、あ、ちょ、待て。残り、ちょっと、やばい。残量が、20% になった。これ動画見てる人だったら、あ、びっくりした。俺の残量の充電が少なくなってるのかと思ったっていう人、結構いると思うんですけど、思う人、いそうなんですけど。まあ、すいません。失礼いたしました。見ていきますよ。さあ、まあ、クイヒーパートスタートさせていきますよね、と。で、さっきのビンディーさんみたいに、キングと、まあ、クイーンね、入れていきますよね、と。で、ウッドランチャーで確か進めていくのかな、これ。まだ出せない。あ、ロイヤルチャンピオンも一緒に入れていく感じですね。で、ウッドランチャー6時から出していって、陸防電つけていくかな、今回。今回つけていくと、いや、タウンホールにラバル展開するか、まだ、温存していく、イメージになりますかね。なので、ここら辺ね、もう下の区画はもう、ヒーローパートでしっかりとね、削っていって、で、ウッドランチャーでマルチインフェクトで真ん中2本狙っていけちゃうんで、折っていくっていう、さんです。いい感じにホーミング入りましたね、真ん中のマルチインフェクトタワーにも。これのおかげでウッドランチャーの丸太で壊していってんのかな。あ、壊していけましたね。これも計算してんのかな。これも計算してたらすごいですね。ですけど、さあ、これで相手の援軍を釣っていきつつ、援軍処理の方、やっていきますと。で、さあ、まだ0時4発のフリーズ2発残ってます、この段階で。まだクイヒーに仕事させようとしてるんですか、あなたみたいな。クイーンちょっと過労死させてしまうんじゃないですかみたいな。そんなレベル、ブラックですね。ブラックリンタロウです。なんですけど、さあ、ここなんか気づいたら壁空いてるし。さあ、で、はい、なんやかんや進めていくと、ご覧ください。クイヒーと、ロイちゃんキングパートだけで、もう下半分なくなってます。ヒーローパートだけでもうほぼ 60% ぐらい削って、ほぼ全開ですよね、もう。これ頑張ればもうラバル使わなくても前回いけたんじゃないですかね。頑張ればラバルなしでいけたかもしれないですよ、これ。なんですけど、まあさすがにね、そこまでしないですか。大切な大会なので。なので、はい。もうラバルはもうね、おまけですね。で、最後フリーズレイジですね。あ、ぴったし使い切っていったよ。前回といった感じ。いや、もうほと、皆さんこれがね、今のタウンホール14の。ラバルです。タウンホール、もうラバルって進化しちゃうと、タウンホール14レベルになると、こんな感じでね、仕事量少ないっていうのがね、よく分かったかなって思います。
はい、ということで今回は明星杯決勝戦ですね。アナザー GB2 ガイハジボンバー2のね、すごすぎる、もうほぼヒーローで全開取れてしまっているような全開リプレイ、こちらね動画でお届けしていきました。いやマジ今のねラバルでこんな感じなんでね、ぜひぜひね面白いな、興味持っていた持ったなって思ったね、タウンホール13以下のね方もね、ぜひねクラカー世界選手権ですね、今月もねありますんでね、ぜひぜひ応援しに来てくださったら嬉しいなって思います。はい、ということでコーヒークラカー動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいますと、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。でこの動画面白かったためになったらって方はグッドボタンやコメント、あと友人やクラミニシアの方よろしくお願いいたします。はい、ということでそれでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。